皆さん、こんにちは。12ヶ月点検を申し込んだ中の人の代理、キズナあかりです。そろそろ部品交換も出てきてお金がかかりそうな予感。ということで、今回の動画ではバンダイアズマスカイラインから磐越道の500側パーキングエリアまで向かいます。この区間あたりでかなり疲労が出てきて、自分のツーリングの限界は10時間ぐらいだと分かりました。そんな区間の走行風景をお楽しみください。この辺りからボナリグリーンラインに入るようです。詳しい起点とかわからないので、地図を見た私の推測になりますが、後で知ったのですが、人気の道らしいですね。私が走った時は、バイクとかもほとんどいなかったので、気持ちよく走れました。
さて、ここから高速に入ります。そろそろ500側パーキングエリアに到着します。次回からは栃木県道の駅巡りを公開したいと思います。でも先に山梨県の道の駅巡りをやるのでその後になりますけど。では今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。